対マンデ話しませんかイエーイはい、えー、キューバツのタカですはいそして岸本優太ですお願いしますイイ、はいええー、はこの企画はですね二人だけで話す企画ということで、はい、早速ねちょっとお題をはい、いきたいと思いますドン<ん>歌と舞台なるほどまあなんかでもこれかなとも思ってたよそうだね、うんまあ、俺らの共通点と言っても、うん 共通点多いもんね。いや多いよ。やってることも。いや何ってもう見てくれてる人わかると思うけど、ちょっと立ちます？今日か。いやもうこれあるかこれ。この被り方。こんな感じなんですよ今日も。ちょっとあの細かくねラインで打ち合わせして。いやしてない。してない何にもしてない。いや本当何もせずにこれって。だから僕があの後から入ってきたけど。 俺がいたかと思いましたその見たときになんならメンバーのさキ太郎がさゆーを見つけてさずっと俺かと思って話しかけたってそうださっきもあの舞台どうだったみたいな話いやいや違う違う俺じゃない俺じゃない俺だからっていういや本当にすごいなこれはちょっとでも逆にテンション上がったわ確かにねちょっと笑っちゃったよこれねこんな偶然もなかなかないですよこんなねはい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 まあということねそんな共通点が多い2人ですけどまあ2018年はさ本当俺はこういう 活動歌の活活動動とさ、ね、の活動で並行しながらなかなかいなくないですかこういうなんて言うんですか2つ活動、ねまあ、少なからずこの断然、まあ、それでも結城くんとかさ、うん、あのやられてる友也、まあ、とかもやってるけどさあんまりこのファミリーの中だとなかなかね,そねそのみんな音楽は多分どっちかっていうとメインで活動されてる人が多いと思うんだけど、うん、なかなかこの共通点は。 にいいななかと思うしかもさ同い年っていうのとそうだね心境がこうさわかるんほら番組とかもさよく2人が出てないところとかでよく後ろでさこれこれこうで最近ああでこうでこうでみたいな話してるとやっぱりなかなかねこうその2つやってるがゆえの楽しさとか逆に難しさとかあるけど逆にこう楽しさっていうと楽しさまあでも何て言うんだろう そそもそも全く違ううと思うわけ、俺はたまによくなんかそのあの共通の部分、まあ、共通の部分もなくはほら特にアイドルもの舞台とかだと歌って踊ってみたいなのがあるけど、うん、基本的にはなんかほら誰,かを誰かとして生きるわけだからだから音楽の時は割とこうなんか等身大というか、うん、で入れるけどやっぱりこのあの役として。その まあ俺らら出出てててるよく出させてもらっっ次元ってやっぱ原作があっての,そのやっぱ原作のキャラクターとしてちゃんとやっぱ生きるっていうのがすごく一番大事なことであると思うしかなんかそういうのってなかなかねほらやってないとさ自分と違う人で生きるっていうので難しさあるんだけどさ俺多分これあるあるだと思うんだけど。 例えばさ、うん、その役の口調が結構独特だったりすると、あ,かるあのプライベートもその口調なんだ。めっちゃわかる。引っ張られる。引っ張られる。稽古期間中とかってやっぱりほらあのその特徴がやっぱそれぞれあるわけじゃうん,、うん。キャラクターによって、まあ、尖ってる人がいたりとか、そのちょっとこうお茶漬けてるやつがいたりだとか。わかるわそれ。だから引っ張られるからさ、なんか逆にこう当選台でいる自分が、うん、まあ歌の、うん、ところであるんだけどさ、ね、プライベートさもうなんかちょっとその役が混じっちゃってるもんね。<laughs> なんか。 俺、それ一回メイクさんに言われたことあって違う現場だったときに全然雰囲気が違うって言われて <laughs> あれ、こんな感じだったっけ<ー>みたいな感じのときになんか僕、白を鬼って先に出させてもらって、うん、その白を鬼のときは新八やったんだけどそのとき構結構こうガハガハしているキャラっていうか<ー>だったからなんかこうでサンバカって言われている感じのまあトリオの一人だったんだけどそのときは何でも OK みたいな感じの男らしさみたいなのがあれだったんだけど。 その違う役をやった時とかにやっぱこう全然それが違ってテンション感とかは自分の中で分けてたからなんかあこんな感じなんだね普段みたいな感じに言われたりとか,だかやっぱそういうとこって結局後ろでもさ引っ張られてるんだなそれがっていうのがあるのが実感をしたいやるよねだから割とほら音楽一本とかでやってたりするとまあそれぞれほらグループのさ色とかもあってその中での立ち位置とかもあると思うんだけどそれがやっぱりなんかあの俳優業とかになるともう徹底してこう。 表に出ててく役としだから何か多分これをやってないと分からないそうだね共通点というかさだ醍醐味ではあるよねでもそうだから楽しさでたかは何かある何かその楽しさもちろんあると思うけどでもさあこういう舞台とかってさ自分にない役で出るからこそその人生を生きられるわけじゃないって考えると何かこう人生得してる感じはあるよね。 だからそういう役だったら自分がそういう生き方をその板の上でするわけじゃんそれってなかなか味わえないしだってそれこそ例えばさ、まあ、もちろん現代物とかだったらそうだけど、うん、なんか過去の例えばもう新選組の話とかってうん、うん、無理じゃん実際生きれないじゃん,そう,んそうとしてはなんなら刀握るこにさやもさ捕まっちゃうからね僕一回そのトンファを持ったことがあってあのあのリボーンって。 ひばりやったんで、その時とか、まずトンファーって口にしなくない。いや、しない、しない。そもそも。ああだから、それとかを、そんななんか、あの持って、戦うことができるとかって。非日常的な。そうなんだよね。ことだから。なんか、そう、その。役とかを生きることによって、味わえる、楽しさ。うん、だから、なんか。でも、なんか、よく聞かれるんだけど、どっちが楽しいんですかとか,か。ああ、なるどそういうことじゃなくない。うん、そうなんだよ。ね、また、別なんだよね。でも、お客さんも逆に、俺、楽しいと思うんだよね。なるほどね。だから、普段の言う歌も。うん あの見れるし見る機会もたくさんあるしあはたまたこう違うさそ,う、ね、その役として生きる、うん、みたいなねお客さんもこう舞台にそもそものうたのファンであの舞台見に行っても楽しさあると思うしう、ね、逆にこう舞台でそうしてくれた人が舞台じゃなくてライブの方に来たらふだんか普段のたく君ってこんな感じなんだみたいなそれらがこう俺らもお客さんに与えられるさだからどっちもやってきたくない、うん、その今後もだしこそ音楽面もでも見せたいし、うん。うん 俳優役者面でも見せたいっていうかだからそういう意味でどっちがどっちとかさそうなんだよねつけれないっだねうんでもなんかさ2つが重なった時ってなかなか大変じゃないそうれはなかなか大変よ話はどっちもやりたいからまでもね多分ここで話してても好きないから続きはねまたお酒も組み合わしながら。 お話をしましょう。はい、ということで、以上 <はい S 1> 対マンで話しませんか？は終了です <はい S 1> え、ありがとうございました。次はね、誰と誰になるんでしょうか？ぜひ楽しみにしていてください。はい、この対マンで話しませんか？シリーズはですね。断然三ンシインにて絶賛放映中でございます。過去のシリーズもぜひ見てみてください。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。